漫画でっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。アセン回廊230回をぶっ壊す。ってことで今回は先日実装されました揮発散を使って、螺旋回廊230回を攻略してまいります。それでは今回のパーティーのご紹介。陣形は方天部の陣会、配置はこんな感じです。5番に今回の動画の主役揮発散、ステータスと装備はこんな感じです。一泊死運を装備しております。その他のメンバーはこのようになっております。耐性は残打霊雷を上げるようにしております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。見せてもらおうか。ついに実装されたロマサガ RS の新ヒロイン、揮発散の性能とやらを、1ターン目、ユリアンはスターリベレーション、ファイアブリンガーは飛炎剣、アルカイザーはグローリーフォース、ジョーはフレームフォース、揮発散はオーディー雷戦2連切りです。これまで1ターン目のコーションマークを割るのが厳しかったですが、揮発散のおかげで1ターン目から15回以上の攻撃をぶちかませるようになりました。まあなんかしら攻撃回数多めのスタイルを実装してくるとは思ってましたが、最大で24回攻撃とかやることがぶっ飛んでおりますな。開幕雷戦2連切りでだいたい14万ダメージ。そこから列車やられ付与でウィーク取れれば火力アップ。1回目の八重二振りで9万 ×8。2回目の八重二振りで10万 ×8。1人でだいたい170万以上のダメージを叩き出してくれております。火力は素晴らしいものがありますな。さすがは竹木炎、ですな。マナデシとの狩猟最高ですわ。でもって今回ユリアンとファイアブリンガーで残属性攻撃ができますので。ウィーク攻撃でさらに火力をアップップです。ユリアンカウンターが楽しいことになりそうな予感でございます。続きまして2ターン目、いきなりユリアン瀕死の状態でございます。とりあえずスターラッシュプラスで攻撃しつつ正義の電波で回復。ファイアブリンガーは飛炎剣、アルカイザーはライジングアルフェニックス、ジョーはフロストショット。揮発散は2雷神です。アルカイザーが先に動いたんでユリアンの瀕死状態が解除されてしまいました。まあカウンターのスターラッシュプラスで回復してくれるんじゃないですかね。OD 攻撃時の火力がアタオカだったんでかなり見劣りする感じですな。消費 BP2 で30万くらい出してくれてるんで全然弱くはないんですけどね。無事ユリアンの HP 回復完了。あとはカウンターでがっつりダメージを稼いでいただけると大変ありがたやでございます。続きまして3ターン目、コーションマーク点灯のお時間です。残念ながら揮発散の OD ゲージは満タンにならず、一応ターン終了時に OD ゲージ中アップがありますが、敵からの攻撃を何回か受けるか、味方の OD ゲージアップ補助がないと、2ターンサイクルで OD 攻撃をぶっ破するのは厳しいみたいです。そこが残念ポイントでありますな。3ターン目はユリアンが OD スターラッシュプラス。ファイアブリンガーは飛炎双刃、アルカイザーは寸形、ジョーはオッドサークル、揮発散は八重二振りです。敵が動く前に揮発散が動けるのが理想ですが果てさて、追撃は結構頑張ってくれてるんですけどね、ユリアンのスターラッシュプラスとファイアブリンガーのサーバントが1足りないで13回止まりですな。まあそうなりますわな。揮発散を前列に配置すればワンチャン先に動いてくれることもありますが、少しでもたげられたくないので後ろに配置したのが裏目に出ましたか。結局揮発散なしでコーション解除。大将来のダメージが痛かったですが生きてくれてるだけ丸儲けですな。なんやかんやありましたがなんとか無事に全員生存で3ターン目突破。ただ結構やばい感じですので回復しておきます。4ターン目、ユリアンはスターリーストライク。フ
ファイアブリンガーはサーバントリグレッション、アルカイザーはライジングアルフェニックス、ジョーはフロストショット、キハッサンは二雷神です。5ターン目、全員 OD ゲージが溜まっておりますが、キハッサンだけ OD 攻撃します。ユリアンはスターリーストライク、ファイアブリンガーは飛炎剣、アルカイザーは寸形、ジョーはオッドサークル、キハッサンは OD に雷神です。フィジカルブレイクもらってる分に雷神の火力が下がりましたが、2雷神で10万 ×2、八重二振り1回目でだいたい12万 ×8、八重二振り2回目でだいたい14万 ×8、230万くらいのダメージを出してくれてる感じですな。そしてユリアンとファイアブリンガーで殴ってさらにダメージを稼ぐといった感じですな。そこはユリアンを狙って欲しかった。でもまあこのターンだけで400万はいきましたかね。5ターンでほぼ半分削っております。相変わらず運に左右されますが10ターンか11ターンで撃破できそうです。6ターン目、ユリアンはスターリーストライク。ファイアブリンガーは飛炎双刃。アルカイザーはライジングアルフェニックス。ジョーはオッドサークル。キハッサンは二雷神です。ここら辺から攻撃がきつくなってくるようなイメージですので、キハッサンが無駄に攻撃もらってユカペロしないことを願います。アルカイザーはグローリーフォースが使えるようになってますが、温存して8ターン目に使う予定でございます。弱体破りされてない分比ダメはマシですな。でも単体攻撃はユリアンにお願いしたいでございます。6ターン目も無事生存。続きまして7ターン目、コーション点灯のお時間です。キハッサン以外の4人で OD 連携ぶっぱ、と行きたかったんですがアルカイザーの HP がちと微妙なんでジョーはアルカイザーを回復、他の3人で OD 連携ぶっぱします。ユリアンはスターラッシュプラス、ファイアブリンガーは飛炎剣、アルカイザーは寸形、ジョーはアルカイザーに生命の水プラス、キハッサンは八重二振りです。まあ OD 連携したところで15回には届かないので、5人で OD 連携できた時にぶっ破しとけよかったかなと思いました。まあなんとかといった感じでございますかね。これでコーション解除完了。あとはひたすらユリアンを狙ってくれることを祈るターンでございます。8ターン目、今度はキハッサンの HP が微妙なんで回復させておきます。ユリアンはスターリーストライク、ファイアブリンガーは飛炎双刃、アルカイザーはグローリーフォース、ジョーはキハッサンに生命の水プラス、キハッサンは二雷神です。
やっぱ8ターン目からメディってくるみたいですな。敵の HP も残り3割くらいですし、このまま火力で押し切りたいと思う今日この頃、8ターン目にグローリーフォースを温存していたのは、このターンにクローラッシュが飛んできて苦労させられることが多かったので、それの回避手段としてこのターンに使っております。が、6ターン目にも使われたことあるんですよね。なもんで何が正解なのかわかりません。なんやかんや言ってるうちに8ターン目終了。続きまして9ターン目、コーションマークのお時間です。キハッさんの OD 攻撃でコーションマークをぶっ壊してやろうじゃありませんか。ユリアンはスターラッシュプラス、ファイアブリンガーは飛炎剣、アルカイザーはライジングアルフェニックス、ジョーはオッドサークル、キハッさんは OD にライジンです。相変わらずいい火力出しますねターン目終了。ここまで特に危なげなシーンもなく大変順調でございますな。さて続きまして10ターン目。このターンでギリギリいけそうないけなさそうなそんな感じでございますが、はてさてどないでっしゃろか。ユリアンはスターリーストライク、ファイアブリンガーは飛炎双刃、アルカイザーは寸形、ジョーはフロストショット、キハッさんは二雷神です。このターン無事に突破できれば勝ち確でございますな。ちょっと火ダメがきつうござんす。そしてキハッさんにピンチ到来。何回か全体攻撃飛んでくるでしょうし、キハッさんはこのターンでお別れでしょうな。まああとはユリアンが何とかしてくれるだろうということで、ここからはキハッさんを使ってみた感想でも、とりあえず OD 攻撃回数と火力は半端ないですな。裂傷やられ付与で味方の火力アップにも貢献できますし、アタッカーとしては申し分ない性能でございます。1ターン目からコーションを潰せるのも素晴らしい、のですが、残念なのは2ターンサイクルで OD 攻撃ができないことですな。螺旋230回の特攻であることは間違いないでしょうがぶっ壊すというほどではないですな。個人的には追撃運ゲーをさせられること以外は初回クリアした時のパーティーの方が立ち回りは楽だった印象です。とまあ大体そんな感じでございますかね。以上、螺旋回廊230回でキハッさんを使ってみた動画でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。